ごきげんよう、山口あゆきです。はい、ということで最近はですね、山口あゆき結構動画頑張ってると思いませんか？頑張ってます。皆さんいつもコメントありがとうございます。一個一個私も見させていただいてコメント返させていただいてるんで、これからもじゃんじゃん、コメントいただけたら嬉しいです。でじゃんじゃん動画見てください、お願いします。はい、ということで今回皆さんにぜひ見ていただきたい、まあ、知っていただきたいっていう本があります。ちょっと今日は本を私の一押しの本をご紹介していきたいと思います。それではどんな本かというと、じゃん、この本です。今ね多分反転してるんで文字ちょっと分かんないんで、今からちょっと画像を見せたいと思います。この本です、どうぞ。はい、この本です。20世紀のアメリカ黒人から見た日本人、のことが書かれています。はい、そんな感じです。はい、ということでなぜこの本を、皆さんに紹介したいかっていうことなんですが、今ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、私全国ツアー今やってます。6月から始まって、11月の2日が大阪でファイナルあるんですけど、そのツアーの内容も、こちらの本に書かれていることがテーマなんです。っていうのも私のライブの、ツアーのタイトルが和オブザワールドっていう、タイトルでやってるんですけども、どういうツアーかっていうと、100年前に私たちのじいちゃんおばあちゃん、日本人の人たちが、日本人が初めて、世界で初めて日本人だけが人種差別やめようって声を上げました。でその思いを発信してから今年で100年の年が、100年の月日が経ちます。100年目ですね今回。ということで、去年一昨年ぐらいからねずっと考えてたんですよ。そうやって、おじいちゃんおばあちゃんたちが人種差別やめよう、肌の色とか目の色、髪の色とか、生まれ育ったところとか違っていってもみんなで仲良くしようよっていう声を上げたっていうのがすごく私としては心に響いていまして、2年前ぐらい、去年からもずっと何かしたいなって考えてて、今年はツアーを組んでたくさんの方々に、100年という年なので、その人種の差別をやめようっていう思い、音楽に乗せて、伝えていけたらなと思って今全国回ってます、ね、ちょうど愛っていう動画を上げさせていただいたんですけど、私のオリジナルの曲、その曲もちょっと前に MC 入ってると思うんですけど、喋ってると思うんですけど、本当にそういう肌の色とかそんな関係なくみんなで仲良くしようっていうその思いっていうのをしっかり私も全国へ伝えていけたらいいなと思っています。今世の中本当にいろんな思いが渦巻いてるというか、いろんなことがねたくさん絡まり合ってる中だと思うんですけど、私的にはやっぱり人種差別っていうのは絶対してはいけないなというか、100年前におじいちゃんおばあちゃんたちが声を上げたように、その優しい気持ちっていうんかな、なんて言うんでしょう、違いを認めるっていうことっていうのは本当に大切なことなんじゃないかなって私自身思っています。黒人の方が書かれた本なんですけど、レジナルド・カーニーさんが書いて、いろんなことを書いているわけなんですけど、ちょっとピックアップして中の文章を皆さんにちょっと見ていただこうかなと思います。ちょっとね年季入ってちょっと黄ばんできてますけど、ちょっと読みますね。人種平等を訴え続けることは必ずアメリカ黒人の利益につながるとジェームズ・ウェルドン・ジョンソンは考えた。おそらく世界で最も有望な有色人種の期待の星、それが日本であるという確信、日本は全ての有色人種に利益をもたらすという確信があったのだ。それはたとえ一つでも有色人種の国家が世界の列強の仲間入りをすれば、あらゆる有色人種の扱いが根本的に変わるだろうという、彼の強い信念によるものだったっていうふうに書いてるんですけど、この
本にも書かれているように、おそらく世界で最も有望な有色人種の期待の星って言われてたんですね、日本の方々は。なんかすごく誇らしいなって思います。黒人女性でアリス・マクギーさんっていう方がいらっしゃったんですけど、その時日本滞在してて、東京で開かれたその会議でスピーチをされたんですね。でそのスピーチの中で、彼女が言っていることが、あらゆる人種はお互いに協調し平等に扱われるべきだと主張されました。彼女によれば、このスピーチをしている時に、聞いていた日本人の目には涙が溢れていたっていうふうに、書いてます。で彼女もまたその光景を見て感動して、次のように感想を述べているっていうので、感想文がここに書いてるんですけど、ちょっと読みますね。私は何か新しい人々に出会ったような気分になった。それまで全く意識したことのなかった人々に、心身深く、穏やかで情けに満ちたこの人々は、大抵の人がお世辞でしか言わないことを心の底から、言ってくれるのだっていうふうに書いてありますね。日本人の当時の方々は、もう心の底からもうみんな平等であるべきだっていう思いは、このアリス・マクギーさんのスピーチを通して強く感じてられたのかなっていうのは、このなんか文字だけでも想像がつくなと思って、とても感動深いというか、温かい気持ちになれるような文章でありました。はい、ということで、もう一つね、紹介したいなと思うのが、黒人のデュボスさんっていう方がここに載ってるんですけど、日本にデュボスさんがいた時に、東京の帝国ホテルで、お金を払う時に、いかにも口うるさそうな典型的なアメリカ白人の女性が、さも当然であるかのようにディボスの前に割り込んで入ってきた、ディボスさんの前にグッて割り込んで入ってきたそうですね、白人の女性の方が、ホテルの日本人の方ですねの係員の方が、その白人女性に振り向きもせずにディボスさんの対応をやり続けた、ディボスへの対応を続けたと書いてます。で、感情が全て終わると、彼はデュボイスさんに向かって深々とお辞儀をして、アメリカ様の、方を向いたのだった。このフロント係の唖然とした態度は、唖然っていうかな、これ漢字読まれへん、態度はこれまでの白人支配の世界とは違った新しい世界の幕開けを、予感させたのだった、ね、だからその順番は順番じゃないですか。日本人のその言った帝国ホテルの東京の係の人も、順番は順番やか、割り込んで入ってきたか何しようが、順番として最初に受付してた人を最初に受付する。で、もちろんその差別をしないから、もう平等にしっかり対応されていたっていう、とってもかっこいいお話です。で、そのデュボイスさんが言っていたことなんですけど、日本が世界で唯一肌の色による差別を生み出さない国っていう風に言ってますね。私はやっぱり日本っていう国っていうのは、人と人をつなげるというか、国と国をつなげるというか、その和っていうのは調和するっていう意味も込められてるのかなと思ったりとかして、何かをつなげる、何かと何かをつなげる役割が日本にはあるんじゃないかなって思います。私たちは今こうやって学校とかであまりね、教わったりもしないし、知らないことの方が多いかもしれないですけど、知った時に何かで発信できたらいいなって私自身思ったので、私は音楽をしている中なので、その思いを皆さんに伝えていけたらなと思って、その思いを、11月2日に大阪のファイナルで伝えていきたいなと思っています。今後もしっかりその思いは伝えていけたらと思ってます。で、ロシアと戦うことも書いてたんですけど、もうみんなからは、全世界からは、日本人はもう黄色人種の、ちっちゃい人々、黄色いちっちゃい人々って言われてて、絶対に
勝てるわけがないっていうふうに鼻でずっとみんなから笑われてたけど、勝ったわけですよ、勝利したわけですよ。その時にそれが、まあ、戦争に勝ったっていうただそれだけの、単純なものじゃなくて、人種の差別をやめるっていうその思いから来てるんじゃないかってここに本に書かれてたんですけど、そこで初めて日本が勝ってまさか白人を打ち負かしたって言って、すごく黒人の皆さんは大喜び、されて、まあ、タバコ室とかでもみんなで喜んで話をしてた。まあ、私の思いとしては戦争に勝ってやったって言って喜ぶものでもなんか違うのかなって思ったりもしてて、当時の、まあ、本当に戦争って命が奪われのことだと思うので、相手国だったりとかこちらの日本国側であってもたくさんの犠牲者がいるわけなので、やっぱり勝利に感情が揺さぶられてしまってよっしゃっていうだけではなく、一緒に戦った相手国のことも尊重しながら、今後事実こういう戦争があったっていうことを私たちも受け入れながら、今後戦争のない世界、争いのない平和な世界が訪れますようにっていう思いも込めて、今日はこの動画にまとめたと、この動画を撮らせていただきました。この本にはすごく日本のことをよく書いていただいてたり、まあ、もちろんなんか大学の教授がすごい日本のことがあんまり好きじゃない、悪く言う人もたくさんいる、日本の中でもやっぱり悪い人もいてたしっていうことも書かれてました。で、まあ、当時の人たちは僕たちのことを助けてくれたりとか声を上げてくれたりはしてくれたけど、今の、まあ、日本の方々はそれも、まあ、忘れているというか、いう差別っていうのも今の時代には、まあ、また復活してきてるのがちょっと辛い部分でもあるから、やっぱいろいろ知ること、学ぶことっていうのは大切やし、謙虚な日本人でいていただきたいっていうこのレジナルド・カーニーさんの思いがとっても込められてて、私自身もしっかりその思いを引き継ぎたいなと思いますし、なんていうの、私も知らんかったから、そういう日本の人たちがそんなに世界で初めて人種差別やめようって声を上げたなんて私も知らんかったし、日本がまさかそんなんと思ってなかったんで、やっぱ知った時っていうのが大事なのかなと思うし、知ってどう動くのかっていうのも大事なことだなと思うので、伝えていけたらいいなと思います。はい、ということで、今回伝わったかなっていう、なんか私も喋るの下手くそやから伝わったかどうか分かんないんですけど、まあ、この本を読んで改めて人種平等、人種差別やめようっていう大きな声を上げた私たちの祖先に感謝しつつ、誇りに思い、引き継ぎ思いを伝えていきたいなと思っています。もう誰もが争いのない世界にっていうのは世界でも共通しているものだと思います。